ハイカーティップスとして引っ張ってのにほどけないようにするので、もう一度どうしますか。で、もう一回どうします。本日のハイカーハイカータイム、ハイカータイム YouTube 9回目を迎えます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、最初だいたいちょっと噛んじゃうんですけども、はい、ですね、今日はですね、ハイカーティップスとして、皆さんに、お伝えしたいことがあります。はい、それはですね、じゃじゃん、今日はこちらなんですけども、シューズの紹介ではないです。はい、山靴の、靴紐の結び方、これを皆さんに共有したいなと思います。ハイカータイムで、まあ、なぜこれを共有しようかなと思ったのかが、まあ、僕もなんですけども、皆さん、ハイキング道中ですね、靴紐がほどけることってありますよね。はい、結構多分あるかなと思うんですけど、経験された方も、まあ、共感いただけるかなと思うんですけど、歩いてる最中に靴紐がほどけるって、まあ集中力途切れちゃうんですよね。で、結構こうずりながら歩いたりとか、まあすぐ結べばいいんですけど、やっぱりちょっとこう後続のハイカーがいてたり、まあ前から人が来たりとかで、ちょっとこうしゃがむにこうしゃがめない、こうバックパックも背負ってたりとかすると、そういう場所とかシチュエーションとかっていうのってまああって、なかなかこう靴紐を結び直す瞬間がなかったりとかするかなと思うんですね。で、今日お伝えするのは、なかなかほどけにくい、 JK 自身も実践している、題して、はい、山靴のハイカー結び、はい、こちらを共有していきたいなと思います。はい、ではこちらをご覧ください。どうぞ。ハイカータイム。はい、では、ここから実践していきたいと思います。はい、まずですね、ここの部分を、まあ、普通に、厳冬期のシューズになるので、しっかり上まで留めますよね。で、留めていって、最後ここの部分、ここの部分からハイカー結びになります。で、ここからですね、しっかりとここの部分、これ蝶々結びするとき、まあ普通に1回通すと思うんですけど、これは、ハイカー結びの場合、ここ2回通します。ここの部分を2回通します。はい、で、2回通した後にここの部分ですね、蝶々結びで輪っか作りますよね。で、蝶々結びの普通の結び方していくんですけども、ここで、はい、1回この輪っかのとこ通しました。で、ここでもう一度通します。はい、で、僕、まあ、ここで、終わる方もいらっしゃると思うんですけど、僕これをさらに回します。ここの部分を3回やるとかなり強固になるんですね。で、ちょうほど良い長さのところにして、ぐっと引っ張って、ぐっとテンションをかけてあげるとですね、ここから引っ張ってもですね、本当にほどけないんですよ。なかなかこうほどけないですね。で、実際ここの、紐を引っ張ればほどいてけてはくれるんですけども、今の結び方をですねしてあげるとですね、なかなか、ほどけにくいです。で、やっぱこう引っかかったりとかすると、テンションかかって思いっきり引っかかったりとかすると、やっぱちょっとほどけちゃったりもするんですけど、本当になかなか、ほどけにくい状態になってます。ハイカータイム。で、まずですね、まあ、ここで、はい、クロスして、ここで1回で、もう1回通します。で、ここで2回通っている状態ですね。で、この2回通った状態で、ここから蝶々結びしていきます。で、ここまでは普通の蝶々結びになるんですけど、ここからこの輪っかをさらに下にもう1回で、長さ調節して、もうさらにもう1回通していきます。3回します。はい、で、こうやってここでグッとテンションかけてあげると、本当に、ほどけにくい、靴紐になってくれます。はい、これが、ハイカー結びです。ハイカータイム。はい、山靴のハイカー結び、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、結構ですね、僕自身ロープワークの動画とかたまに見たりとかするんですけど、人がこう結んでたりとかするのってちょっとわからなかったりとかしますよね。はい、でもね、何度もこう巻き戻したりとかして、見ているうちにですね、なんとなくこう分かってくるかなと思いますので、ぜひハイキング行く前とか、もう一度こう見ていただいたりとかして、何度も実践していただければ、コツをつかめてくるかなとも思っています。はい、
で、もしですねご家族とかご友人の方でこのハイカー結び、ご存知でない方いらっしゃったらぜひシェアしてあげてください。そうするとですねこうよりこうハイキング、ね、皆さん安全に楽しめるようになっていけるかなと思いますので、皆さんで、シェアして安全度を高めていければなと、はい、思ってます。また今後もですね僕自身が、実践してこれすごくやる価値あるな、実践する価値あるなと思えるものに関してはこういう形でハイカーティップスとしてまとめて、皆さんにシェアしたいなと、はい、思っています。で、動画最後ですねパシフィッククレストトレイル海外のトレイル の映像を残してますので、ぜひお時間あれば、見てください。まあ、もしですねちょっと山に最近行く機会ないなっていう方いらっしゃったらぜひそれで山の雰囲気とか海外 のロングトレイルの雰囲気とか感じてもらえればなと思いますので、はい、ぜひそちらの方も見てください。では、また、次回よろしくお願いします。ハイカータイム。Stop, so gonna get on the ride. Twisting and turning through life. No matter how rough it gets, I'll get by. Home moves with me where I roam. It's in every dream I make my own. I'm never alone. I know that every dayWill always bring me something new. Every day will bring me something new. Something new. Something new.